体わかんないですけどずっとニコニコゼルダやんゼルダや嫁さん見てんだよUFO との壮絶なバトル宇宙に行ったらねチャンプラーダタッチの誰なのっていうおーっおーやったドグチューブレトロキッズコラボ企画お茶目芸 PK 対決イエーイイエーイイエーイちょっと待って、はいはいはい、ワンって上げるんじゃなかったそんな低いトーンでいやいやいや違うんですよやっぱ YouTube でいきなりバッて上げると違う見てる人がうってなるじゃん見てる人たちわかんないけれども、はい、この始まる前にあんだけテンション上げてあ今エンジン入れてんだなっていうのでこっちに行くぞっていう感じになってるすぐね暖気運転に抑えましたからねすごいスローにスタートしたんだよねということで、はい、ドグチューブに、はい、レトロキッズから鉄尾キッズさん来ていただきましたどうもコラボでございますよろしくお願いしますいや、やっと叶いましたね、コラボ。ほんと10年前に現場で一緒になって、はい、そうなんですよ、ね、それからコラボしようとか、いろいろ一緒に動画撮ろうって言って、はいはい、全然梨のつぶて。10年ぶりにやっとですよ。こっちのセリフですよ、そんなさあ、今回コラボっていうことで、はい、ちょっとお土産持ってきました。ありがとうございます。ジャンクで申し訳ないんですけれども、なんだろう。メガドライブ2。うわっメガドライブ2って結構今ね、はい、高値がついてる本体ですけどねそうですね本体、はい、でオリジナルの、うん塗装をしてまいりましたので、もしよかったらその外装だけ外して着せ替えなどを楽しんでいただけたらなというわーないですけれどもすごい、はい、ごめんなさいパッと見汚ね汚いですねパッと見汚いですねいやちょっと開けてみてもらっていいですかいいですか、はい、僕開けていきます、はい、うわすごいDIY のメガドラ2みたいな、はい、かっこいい木製仕様にちょっとやってみました、こんなのってできるんですかはい全部塗装でやらせていただきましたこれなんかパネル貼り付けたんじゃなくて塗装なんですか塗装です全部木目調塗装すごいマジですかわーありがとうございますやった喜んでもらえた嬉しいこれ僕メガドライブの配信とか動画よく撮るんでこれを愛機にしますよ、はい、あ本当ですかしますします ありがとうございますうわ嬉しいありがとうございます、はい、1週間後にメルカリに出ますマジかそういうことするんだそういうことすぐ足がつきますからねありがとうございますいただきました、はい、ありがとうございますうわ喜んでもらいましたありがとうございますこの人は漫才もうまいしこんなこともうまいしおしゃべりもうまいし、漫才は一応、別人設定になってますあそうなんですね失礼しましたあれ別人なんですねあれは別人です漫才やってませんよ やったことありますね M1 もチャンピオン取ってないぞ取ってないです取ってないぞってただのお兄さんだぞじゃあさあ企画いきますか企画いきましょう、はい、お茶目芸 PK 対決ということでございまして、はいはい、ちょっと聞き覚えのない言葉なんですけども、うん、レトロゲームって名作ね非常に多いんですけども、うん、ちょっとこれなんかツッコミどころあるようなお茶目だぞっていうゲームってたくさんあるじゃん、はい、ありますありますそんな、はい、お茶目芸を2人で5本ずつ紹介をして、はいまあ、勝敗を決めていくというルールにしたいと思います、はいはい、はいお願いしますじゃ あ先行後攻どうしましょうそこだけ決めないといけないじゃんけんしますじゃんけん選手はグッ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 後出しで負けたどうします先行後攻じゃあ先行いっていいですかわかりました、はいでは鉄道さん1本目お願いしますはい1本目ちょっとね、はい、まあ皆さんもご存知かなというところなんですが、はい、ちょっとベタなところ行かせてもらいます、はい、まずはこちら、はい、覇者の封印これ懐かしいですね覇者の封印ね、はい、まあ骨太なロールプレイングでアスキーさんから出てるんですけれども、はいはいはい、パスワードがね119嘘だろとただ、はい今回僕が出したいのはこれじゃないんですこれはあくまでも振りですなので僕の一発目は実はこちらです、はい、おPC エンジンのジャ聖剣ネクロマンサーなるほどなるほど
ネクロマンサーも、うん、まあ、パスワード長いんですけれども、長いですね、覇者の封印の半分ぐらいで64文字。あ、じゃあもうなんか、はい、それ聞くと大したことない。ない感じするじゃないですか。はい、すっげえ項目多いんですよ。すっげえ項目が多いんですよ。すごいな、これ。すっげえ多いんですよ。こんなんだっけ。はい。で、見てほしいのはここ。どこ？バビブベボの、あと、パピプもあるんですよ。これはやばいですね。これ、当時の、あ、まあ、ビデオ出力だなんだのブラウン管テレビで、はい、もうパとバなんか絶対分かんないんですよ。にじみがひどいですからね。もう画面これ見てくださいね、はい、D、O、はい、でその後 Q ですよ。 Q ね、薄い。いや、これはやばいな。分かんないでしょ。ということで、といったところでございます。はい、1本目、はいはい、素晴らしい。じゃあ高校、私 PK 行かしていただきたいと思います。紹介するのはこちら、ファミコンのザ・トライアスロンでございます。出たトライアスロン、聞いたことありますよ。 K アミューズメントさんというですね、会社さんから出ている、はい、これすごいのが、はい、普通に遊ぶと普通にいいゲームなんですよ、はいはいはい、ただですね、このスペシャルモードというのが、まあ、なかなかお茶目だなと思いまして、最初こちら、はい、ステージ1 スプラッシュファイトということでいきなり競技者の後ろにでかいサメが来てるじゃないですか。来てるということで、やっている僕もね、右上でびっくりしてますけどね。ダメダメ、大会中止、大会中止。これトライアスロンやってる場合じゃないです。トライアスロンやってる場合じゃないんですけども、はい、これで競技が始まってしまうんです。始まるんですね。で、当然競技が始まるとこうなります、はい、即食べられる。あ、食われるんですね。ボタン連射が足らないと後ろにいるサメにすぐ食べられてしまう。恐ろしいゲームですね。そしてスイムの後は、はい、バイク。あ、バイク。自転車は普通やっぱりね、はい、道路の上をワッと走るでしょ。そうですね、汗かきながら、はい、でもこのゲームのスペシャルはここを走ります、はい、セカンドステージ、ギャラクシーコース2。どうした？宇宙船からですね、バイクを発進して宇宙を走るわけ。違う違う、どうした？追いついてない、追いついてない、追いついてないのよ、感情が。追いついてください。なんで、え、宇宙で自転車ってどういうことなの？当然のごとく宇宙船から発進をして宇宙を旅するという、はい、で、当然宇宙を旅するとこんなものにも遭遇します。UFO にもやっぱり遭遇しますね。UFO との壮絶なバトル。宇宙に行って行ったらね、行ったら、行ったらなんですよ。いや、行かないんですよ。行かないです。チャリで。最後、はい、ランが待ってますけど、はい、ランはどこでするのか、こちら、ミッドナイトランニング。あれ、なんで急に、急にですね、宇宙の後、はい、普通に東京の夜を走るんです。シティですね、シティなんです。ただですね、この東京の夜、こんな感じになっております。これパッと見るとランナー走ってますけど、なんかありますよね。なんかありますね。なんすか、これ。実はですね、地雷原なんですね。地雷原なんですね。地雷原を避けながらランナーは先に進まないといけないです、うん、いや、いけないじゃなくてじゃなくて、もうルールがおかしいですよ、そもそも。このゲームはルールがおかしいゲームなんです。で、地雷原に突っ込むと当然やっぱこうなるわけですね。当然こうなる。体全部いったということでございまして、ぜひ東京マラソンはですね、地雷原を採用しないでいただきたい。しないでいただきたい。危ないですございますんで。1本目、ザ・トライアスロンでございました。ありがとうございました。面白い。これでも PK 対決ですけど、はい、どうします？1本目のこの勝敗は。勝敗はもうじゃんけんで決めていきます。やる意味ないじゃないですか、もうそれ。じゃあもう今日ディレクターいるんで、はい、ディレクターのいいんじゃないですか。ディレクターさんに決めてもらえますかね。一概で決めてもらえますか。いいですよ、はい、もう独断と偏見で、偏見で、はい、ディレクター富田さん、1本目お願いします。1本目の勝者は、はい、ドクマチ。おー、やったー。これはね、皆さん多分ね、はい、さっき哲夫さん来る前に前回のギャラ4万円払ったんで、それが聞いてると思います。そういうのも聞くんですね。そういうのも聞くと思いますね。前回のギャラ4万円。マネージャー、俺の財布持ってきて。マネージャーついてきてない。今日一人で来たでしょ。いや、ちょっとトライアスロン面白すぎましたね。強いですから、やっぱり ね、ゲーム自体がね。まあでも、ゲームが良かったんで、はい、1本目は勝利とさせていただきます。はい、ありがとうございました。さあ、2本目いきますか。2本目いきましょうか、はい。2本目はね、ちょっとさらっといかせていただきます。こちらです。お、ウィザードリー。ウィザードリー、これはファンが多いゲームですね。これはもう昔からね、はい、もうほんと骨太の、
ね、ロールプレイングゲームとしておなじみなんでやってますもんね。大好きなんですよ。これファミコン版の1ですね、はいはいはい、ファミコン版の1、あ、まあまあ、すごいバグあるんですけれども、はい、そのバグの話ではなくてですね、はい、こちら、その敵がね、識別されてない時には、はい、正体不明の存在が現れる、わからないから、はい、であと敵がね、はい、友好的な敵っていうのがいるんですよ、うんうんうん、僕はねこの表現が好きなんですよ、はい、こちら友好的な正体不明の存在っていうこれはちょっとこれが面白い、面白いですねこれは正体わかんないですけどずっとニコニコめっちゃ怖くないですか。めっちゃ怖いですねあとこういうのもありますけど、はい、ウィル・オー・ウィスプはカムイをかじった、うん、しかし外れたかじってるのに外れるっていうのはかじるのかっていう、ね、ああこれ光の玉ですから ね、 これね、しかも外れるっていう ね、 ね、こっちの攻撃でね、あのウィル・オー・ウィスプは首をはねられたとか出るんですよ、ね、はい、クリティカルとかね、どこが首なのかそういう細かいところを見るとウィザードリー楽しい、あ確かに、ね、ツッコミどころはありますもんね、はいはい、っていうところでございます。わーすごい、はい、ということで、はい、私いきましょうか、はい、2本目はこちら、こちら PCFX の卒業 R というゲームで、卒業 R、 卒業というのはですね、はい、一世を風靡した主人公が、はい、学校の学園の先生になって女の子たちを教育指導をして、はい、立派な淑女に育て上げていくというゲームがあるんですけど、卒業はあの PC の CD-ROM の方で出てますよね、はい、そうです、そうです、卒業というゲームですね、3ぐらいまで出てませんか、ありますあります、はい、それの R リアルバージョンで、このゲームっていうのは、ね、はい、立派な女性に育て上げていくっていうのが目標なんですけど、はい、この指導育成を失敗すると時にねこうなってしまうこともあるんですね、うん、はい、これ高木という女の子なんですけども、はい、高ビーになってしまうんですね、あ、性格ですか、性格が高飛車になって、高飛車になってわがままになっちゃうっていうことがやっぱ時にあるんですよ、あの、うん、なんでセーラー服であのジュリアナ東京みたいなまあこれは時代かもしれないですけどねまあこのように失敗することも、はい、あるので、まあ、面白いですね、そうなんですよ、で、はい、失敗せずに育てていかなきゃいけないんですけども、はい、一番左の子、左の子かわいらしいでしょ、かわいらしい、この子育成を失敗するとですね、はい、こうなってしまうんです、これ、ね、神風というね、神風特攻隊になってしまうんですね、これね。なんで？あの、不良の概念違いすぎない？不良と暗記も合わないですから。あの子志村さんって言うんですけど、はいはい、人によって違うんですよ、全員が神風になるわけじゃないので、なるほど、そうなんですよ、はいはい、キャラによって不良の概念も違うんです、あ、そうなんですね、あの子だけああなっちゃうんですよね、はい、ということで私も2本目短いですが卒業 R でございました、これ面白いな、いこれはもう絵のインパクトあるな、インパクトあるんですよね、伝説のシーンでございますから ね、 ね、さあどうしましょう、はい、ウィザードリーと卒業 R、 面白い戦いですね、これ、これいい戦いですよ、いいです、決まりました、はい、お願いします、 PK 対決2本目の勝者はテッドキッズ、 ありがとうございます、まあ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 、はい、まあまああれは名作ですし、もうツッコミが素晴らしかったです、まあまあウィザードリーはね、まあそういうちょっと結構グッとそう、ね、やり込む人のタイプなんで、結構知ってる人も多かったんじゃないかなっていうところありますけれども、素晴らしい、じゃあ3本目いきますか、1対1ですね、1対1、いい勝負ですよ、いい勝負です、3本目ね、これちょっとねいろいろと悩んだんですけれども、 PC エンジンの、うん、ニュートピアって知ってる、あ、僕も大好きです、大好きですか、ゼルダ風なゲームですね、はいはい、でも出ちゃいますね、やっぱりゼルダ風なしても、ね、そのニュートピア、はい、ね、ゼルダみたいでおなじみなんですけれども、はいはい、こちらも見ていただきたいですね、はい、はい、聖剣サイコカリバー、これ知らないな、知らないですか、知らないですね、こちらファミコンのディスクシステムのやつですね、はい、はい、ニュートピアが出るよりも、前のゲームなんですけど、87年だいぶ前です ね、 ね、はい、見ていきましょうね、はい、もうこれはもう見たら分かると思います、ゼルダや、はい、ゼルダですね、あ、もうゼルダやもうゼルダやゼルダ、いや、もうゼルダやんってゼルダやゼルダやん、これはゼルダです ね、 ね、でもね、なんかあの武器とかはね、あのゼルダだったらあのブーメランとかね、いろいろありますけれども、いや、ブーメランやんいや、ブーメランやブーメランやんってゼルダやんって、そういったゲームでございます、すごい、ゼルダだ、では、ドグマ赤座に続いてのーゲームはこちら、はい、はい、どう、これはですね、ローオブザウエストというですね、あ、知らないです、ポニーキャニオンさんから、はい、移植された、ファミコンに移植されたゲームで、はい、西部の保安官シェリフになって、はい、町の揉め事を解決していくという
はあ、ゲームですね。この右上のこのワイパー、右上はごめんなさい、僕らが遊んだ時の、はい、真ん中がドグマ風見で、右側が元ファミ通ウェブ編集長ルパン小島というね。ああそうなんですね。あそうです、保安官じゃないですよね。保安官じゃないです、はい、真ん中保安官じゃないですね。保安官じゃないですね。違います。でゲームはまあこのような内容です、はい、左側、はい、体半身出てるのが主人公シェリフですね、はい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 、で画面中央にいるのが町の住民でございまして、はい、住民がですね、いや俺の新しいショットガン見てくれって会話してきてるんですね。でそれに対して下ネタに聞こえますけど、ね、俺のショットガンを見てくれ。で選択肢があってですね、はい、お互いの会話をしてこう揉め事を解決していく、はい、まあ、そしてこんな会話のシーンもあります。あらこんにちは、お兄さんということで、ローズさんという町の可愛いお姉さんというんですね、はい、ただこのお姉さんともいろいろ会話していくんですけども、会話によってそして行動によってこんな結果になることもあります。ドン、はい、こんなところをうろつくなこのアバズレということで、シェリフがですね、撃ったの？撃ったの？シェリフがひどい罵詈雑言を浴びせて撃ち殺すというね。保安官？保安官なんですけど、撃ったの？これ完全な悪の保安官ですねこれはね。うわひどい。倒れたアバズレもまだこっち見てますからね。そして色っぽいお姉さんっぽかったのにな。そうなんです。こういうシーンもありますね。子供が来ました、はい、秘密を知っているけど教えないよ、生意気なガキですね。生意気ない、こいつは生意気だ。シェリフ舐めてんだ。飴をあげようか。そうです、飴をあげようか。飴をあげたらこうなります。はい、ガキは取っとうせろという。いやもうすごいやな気持ちになる。いやいや、でもこれは行動の一個ですから、もちろん仲良くもできますし。何この荒いドットでちょっと雰囲気出してんの。ドット荒いくせにその倒れ方はちょっとリアルな感じ。リアルですね、確かにね。いや面白い。そしてローブザウエストでした、はい、よいしょ。さあお願いします。今1対1です。3本目の勝者は、引き分け。引き分けって何？PK で何引き分けって。あ、どっちもミスったか。バツバツ。ああ、そういう。それなら丸丸にしてくれよ。黙れアバズレ。そうだよ。ガキはとっとと打てろ。いや、これはね、ちょっといい勝負でしたね。ちょっと、はい、まず1対1ですね。はい。わかりました。じゃあ、はい、4本目かな。はい。これはね、知ってる人結構いるかな。うん、ハイスコアのゾンビハンター。アイスのおまけだ。そうなんです、アイスで当たったら、ね、はいはいはい、それを送ったら、もらえるっていうゲームで、で後々、一般販売にもなりました、ね、はいはい、そうです。これはあのゲームが喋るっていうのですごい話題になったんですよ、ね、ああはいはいはい、その、ね、特殊な音源チップ、うん、音声の音源チップを、はい、ソフトの方に積んでるんでね、うん、音声を聞いてもらいたい。あ、音声ある。はい、ハイスコア。お、なんて今聞き取りにくかったですねこれね。ハイスコアはいいですよ、綺麗です。そこ大事じゃないの、そこ。なんて言ったの、ファイナンシャルプランナーって言いました。ファイナンシャルプランナーで、あのゲームの中で、はい、だからバンバン喋るんだろうと思ってすごい期待してたんですよ、うんうん、そしたらね、あのゲーム内では全然喋んないです。そうでしたっけ、はい、ここだけなんや。でここだけやと思うじゃないですか、はい、やられた時のしっかりしろよ。これ腹立つんですよ。戒めだけちゃんと。ゾンビハンターよりも滑舌いいじゃんっていうね。そういったゲームでございます。いや素晴らしい。いやこの後テゾナの後って本当やりづらいな。なんか漫才とかもあれなんですか、やっぱりこう受けた人の後出るってやりづらいですよね。そうですね、漫才は、まあ、やってないですけど、やってないんでね、一般的に、ね、そういう風に聞きますよ。そうですね。じゃあそんな中ですか、私の行かせていただきたいと思います。私の4本目はこちら、元祖最有機スーパーモンキー大冒険です。もうこれは言わずもがな、多分レトロゲーム好きな方はほとんどの方、ご存知かと。そうですね、もうファミコンの中でももうお茶目でおなじみの、はい、もうお茶目といえばそんなにお茶目なのっていうね、はい、実はですねこのゲーム、はい、隠しメッセージというので結構ねおなじみなんですよね。隠しメッセージ、はい、開発者の方が普通にゲームをやってたら、うん、出てこないようなコメントとかキャラクターが出てくる、そういうのを仕込んどく、内緒で仕込んどくのをイースターエッグって言われるんですけど、その出すタイプだったりとか、あのデータ解析したら内部に仕込まれてたりとか。そうです、いろいろありますよね。いろいろあるんですけども、はい、このゲームにも入っているんです。あ、入ってるんですか。はい、僕がちゃんとネットで拾わずに出した画像です、はい、ご覧いただきましょう、こちら。
これ見にくいですけどね、真ん中の部分読み上げていいですか。デザイナー薫、1960年愛知県豊川市生まれ、26歳。おやめてよする女の子欲しい、ちゃんちゃん好き好き、ありがとうございます。哲夫さんもう潔いねもう潔いですどうですか、舐めたかったんですね。そうでしょうね、やっぱりね。これはあんまり大きな声では言えないですけど、そうですね、面白いんでね。そうですね、舐めてよ、これは言えないですからね、大きい声で、ね、そうですね、はい、よかったら言ってもいいですよ、はい、大丈夫ですやっぱ言わないですね、そこ嫁さん見てんだよということで、元祖さゆきスーパーモンキー大冒険でした。いやすごい。ではさあ判定、あ判定、4本目の勝者は、うん、ドクマキッズ。いやそこは俺じゃないやろ、そこはカオルキッズかな。カオルキッズ良かったですか。カオルにキッズつけるんじゃないよ、はい、じゃあ5本目、はい、お願いします。さあ、はい、5本目なんですけど、5本目はね、はい、王道行きたいと思います。王道、さあこちらでございます、はい。タッチ、タッチはもう知ってる。もうタッチ我々世代ですから、ね、いい野球漫画ですよ ね素晴らしい。いや素晴らしい、もう漫画も素晴らしいですしね、もうストーリー素晴らしいんですけども、タッチをね、まあ、ゲーム化っていうことで考えたら、はい、やっぱり恋愛シミュレーションとかね、アドベンチャーゲームなのかな、うん、あそうね、まあ、上にシティアドベンチャーって書いてある、アドベンチャーって書いてありますね。これがねもう格闘バトルなんですよバトルゲームなんですよ。これだって達也と和也殴ってますもんねこれパンチキックでガンガン進んでいくゲームなんですよ。で敵もなんかよく分かんないんですよ、はい、だ誰なの、見たことない、タッチの誰なのっていう、ね、見たことない、何これ。そうなんですよ、敵は見たことないんですよカービィかな、あとね戦車いるんだあとなんかこれはね、地面から突き出てくるドリルみたいなやつなんですよ。なんですかこれ、わかんないんですよこれでもうわかんないんですよ、全然。可愛くはあるけれども一番わかんないのこれブーメランなのか水たまりなのか、新橋のガード下によく落ちてるやつじゃないですかこれ、はい、というわけで素晴らしいこの後かやりづらいな、行きましょうか、はい、最後、はい、5本目いきたいと思います。こちらです。これはモンスタープロレス、あ知ってますか、これ PC エンジンのやつですよね、はい、これ PC エンジンの、やったことないんですけど、はい、パッケージは見たことあります。これはですね、はい、もうこの書いて、読んで字のごとくモンスターがプロレスをするというゲームなんですが、うん、一応ゲームの、中身見ていきましょう、はい、1999年突如闇の大王ベルゼブが現れ全世界を支配してしまうというところから物語始まります。でこの悪いやつなんですけども、はい、ベルゼブの親衛隊と戦って、はい、勝つことができたら、ほう、人類を地上に戻してやると、そこで名乗りを上げたのがですね、ヤマト博士というですね、はい、まあ、ある博士がいるんですよ。でその博士はですね、自分の息子を改造して、そして親衛隊と戦わせると。そして、そのヤマト博士と改造された息子タケルの、はい、画像こちらです。すごいですねこれ。改造タケルがキノコの化け物に改造されてしまうということで改造されたなこの発達した上腕二頭筋大胸筋いかがですかこれ。いやいや、その筋肉の前に、はい、この頭がこうなったところで、お父さんこれ、お父さんお父さんこれお父さんこれ違うよねこれお父さん、お父さん微塵も疑問に思ってない顔ですからねでタケルはですね、いろんなプレイヤーが選択式でバリエーション持つことができます、はいはい、例えばこちらこうハエの化け物、ね、お父さんお父さん相変わらずタケルお前なら勝てるって言ってますからねお父さん虫でもいろいろいたでしょう、ハエの化け物、はい、でもさらに、はい、こちら一つ目野郎一つ目野郎にもなる、さらにいくと、カマキリ野郎、鳥で最後は犬、このようにですねタケルがさまざまな化け物に変えられてしまう、タケルの気持ちで言いますね、はい、カ
体を変えろ体変えないとそれぞれの動物の能力が発揮されないんですよ。羽で飛ぶとか、あ、そうですね、爪で言われてみればこれ人間のままでよかったんじゃないお父さんって。あ、言われてみればね。でもこれちゃんとパンツの色は違いますからねパンツの色と体の色だけなんですよそうなんですかこれ、うん、まあ、ということでございまして、はい、いや素晴らしい面白いプロレスでございます。これは面白い。モンスタープロレス買おう。これはモンスタープロレスぜひねやってみてくださいね、はいはい、さあということで2人のプレゼン終わりました。5本目今のところ、はい、勝敗は2-1。じゃあ僕がリードか。じゃあディレクターの判定をお願いします。はい、5戦目勝者はお鉄尾キス。なんでタケル頑張ったじゃん改造されて。あの一画面目タッチこんなゲームっていうあのインパクトは強かった。いやでもタケルのアップの方がインパクトあるでしょう、まあ、割とあの無難なところに収めに行こうとしたんですかねじゃあ、はい、引き分け、はい、引き分けですか。 PK 対決引き分けでした。いや、まあ、平和ですね。平和です ね、 ねということで鉄道キッズさんにお越しいただきました、はい、いかがでした本日は。いや楽しかったっすね。やっぱりいいですね、一、ね、人でやプレイしてて、で、はい、まあ、皆さんのコメントでね、はい、あのいろいろコメントもらってそれで一緒に遊んだ感じになるのもいいですけど、うん、やっぱゲーム実際友達と会って遊ぶのが、ね、最高に楽しいですね。そうですね、今日は特にそれでまたゲームやったわけじゃないのにそうですね、面白いとこ持ち寄っただけですからね。そうだゲームしてないやしてないんですけどやっぱりこう共有できると楽しいです ね、 ね、はい、はい、ということで鉄尾キッズさんに来ていただきました、はい、レトロキッズさんの方でもですね、はい、レトロゲームたくさんやられてるので、はい、鉄尾さんの方の、はい、動画でも僕出させてもらうので。そうです、はいはい、私の、レトロキッズの方はですね、はい、スタジオ見学。あらやっぱね、やりますか。動画の配信とかをね、うん、ゲームとかってまだ僕はそんなに慣れてないので、はい、どういう風に徳永さんがされてるのかなってずっとね、はいはいはい、興味あったんですよ。 なのでその辺のところを取材させていただけたらなと思います、はい、実は、はい、ここのスタジオのそういうルームツアー的なのは自分のところでもやってないので初めてです。あ、そうなんですね。初ですね。うわ、はい、光栄です。ありがとうございます、はいはい、というわけでそちらは、レトロキッズの方でアップしたいと思います、はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。チャンネル登録してね。してね。